ウエスカ・ピリネオス空港は、スペイン・ウエスカ県にある空港、ウエスカ空港として知られる。ピリネオスとは、ピレネー山脈を意味する。ウエスカ県の県とウエスカから南東に9キロメートル、モンフロリー・テラスカサス村とアルカラデル・オビスポ村に、またがって所在する。ピレネー山脈にある、スキーリゾートへの足を意図して建設されたが、実際には、空港から100キロメートル圏内にスキーリゾートは、 存在しない。アラゴン州の州とサラゴサの成港にはサラゴサ空港があるが、アラゴン州北部のウエスカ県には商業空港が存在しなかった。主にピレネー山脈にあるスキーリゾートに対して年間16万人の需要を見込み、約6000万ユーロをかけてウエスカピリオネス空港が建設された。2000年10月にアエナが管轄する空港網に組み込まれたが、 新しい VORDME が導入されたのは2006年5月10日であり、商業運行が開始されたのは2006年12月21日のことである。初就航便は b m エ s カによるガリシア州のアコルーニャ空港への便だった。2007年から8年当期にはエアノストラムがアコルーニャ、マドリード、バレンシア、 ポルトガルのリスボンとウエスカ空港の間に季節運航便を運航した。2008年から9年当期にもエアノストラムがマドリード、アコルーニャ、セビリア、バレアレス諸島のパルマでマヨルカ、カナリア諸島のグランカナリア島への季節運航便を運航した。さらにアラゴンピレネーのスキーリゾートにイギリス人観光客を引き付けるためにモナーク航空がウエスカ空港と ロンドンガトウィック空港を結ぶ契約をアラゴン州政府と交わした。2009年から10年当期にはエアノストラムがマドリード、アコルーニャ、パルマデマヨルカ、バレンシアへの季節運行便を運航し、トムソン航空がロンドンガトウィック空港への季節運行便を運行した。2011年2月にはエアノストラムがウエスカ空港への運行を休止し、 さらにトップフライパイロット養成学校が商業飛行を行わなくなったため、ウエスカ空港を発着する商業便がなくなった。その後エアヨーロッパがバレアレス諸島のメノルカ空港との間に季節運航便を開設したが、しばらくしてエアヨーロッパは運航を取りやめた。2012年の旅客数は1313 13人。2013年の旅客数は273人。 発着回数は1640回だった。2014年1月時点で、ウエスカ空港に発着する便は存在しなかった。2014年の旅客数は263人、発着回数は885回、貨物輸送量は0トンだった。スペインの空港の中では1570人のアルヘシラスヘリポートや1409人のアルバセテ空港に次いで48番目だったが、 カステロンコスターアル空港を上回っている。2015年1月時点でもウエスカ空港に発着する定期便は存在しなかった。ウエスカ空港は異なる目的に使用されている2本の滑走路を有する。2100メートルの滑走路は航空機専用、615メートルの滑走路はグライダー専用であり、いずれもアスファルトで舗装されている。 この他に民間のパイロット養成学校であるトップフライ、パイロット養成学校が商業飛行を行っている。2003年には高速鉄道アベニューの北東回廊が部分開通し、鉄道によるマドリードとウエスカ間の利便性が向上した。2004年にはサラゴサウエスカ間の線路が改良され、北東回廊の一部がサラゴサから分岐して、ウエスカに至る支線が開通したため、 マドリードとウエスカが2時間30分で結ばれるようになった。2008年には北東回廊が全通し、鉄道でのウエスカからバルセロナのアクセスも向上した。ありがとうございます。